NPO 法人林間稲作研究所の稲葉光圀が稲作の研究を始めた理由は2つある。一つは栃木県立真岡農業高校に教諭として勤務していた昭和51年、作物担当を命じられたこと。そして2つ目はくしくもその年に東北地方が冷害に見舞われたことである。その被害は甚大であった。農家の三男として生まれた稲葉氏は東北の農村がどのような現実となっているのか想像できた。原因は何なのか、防ぐことはできなかったのか、その答えを探し始める。田植え期稲作が大体8割ぐらいの普及率、ほとんどの農家が田植え期稲作になったと。でその田植え期稲作が一つの冷害の被害を大きくした原因ではないかということが新聞市場を賑わしたわけですね。意外にもこの問題の答えは稲葉氏の足元にあった。それは江戸も終わりの頃、村の名主であった田村仁左衛門義重という者が提唱した稲作技術である。冷害の原因とみなされた田植え期稲作とは、一株に6本から7本の小さな苗を密植するという無理な生育環境を稲に強いていた。それに対して仁左衛門の稲作は、一株に大きな苗を 1,2 本植えるというものであった。そうして育てた稲は冷害に強いということを自らの水田で実証し、農民に伝える。何が一体問題なのかっていうのを探ってみたわけですが、結論は精密な葉種機の開発がないと、大きく育てた苗を田植え機で植えるということは不可能だってことが分かったんですね。性病を育てる葉種機を教師の立場で開発しようと考える。葉種機の開発、それは教科書で教える教育ではない、冷害に立ち向かう最前線の現場である。稲作とは何か、農業とは何か、生徒と共にこの根本的なことを考える場となった。55年にはまた冷害が東北で、発生するわけですけども、その冷害に、性病の日本植えの技術を導入した農家の方々はほとんど、大きな被害を受けないと、そういう結果が出てきたわけです。性病によって育てられた稲が冷害に強いことが確認された。稲葉氏は性病日本植えの技術を伝え広げる活動を本格化させる。小さい苗を植えた水田に深く水を張ることはできない。あらかじめ除草剤を散布しなければどうなるか。露出した地表面に雑草が生えてくる。除草剤は田んぼの中だけに打つのではない。あぜやその周辺にも徹底的に散布する。ここに雑草を茂らせると、イネミズゾウムシやカメムシなどの害虫が発生し、稲に被害を与えるからである。しかし、除草剤を使いすぎるとどうなるか。草のみならず、土も死ぬ。平成3年、稲葉氏は農薬を使わずに、草取りもしない浴槽技術への取り組みを始める。それは米ぬかを中心とした有機質肥料によるものであった。この有機質肥料の分解過程でさまざまな生き物が関わることに注目したのである。ここでその浴槽技術の仕組みを見てみよう。
米ぬかをすき込んだ田に水を張る。その後、1回目の荒白といわれる白かきをする。この白かきの狙いは土の表面に雑草の種をかき出すことにある。当然かき出された種は発芽してくる。水田を生育の場に選び、進化してきた雑草を水田雑草という。これはコナギ、酸素の少ない水の中を好むけれども、太陽光線がなければ生きていけない。ところで雑草の発芽とともに米ぬかも発酵する。その発酵に関わる微生物を餌にして、糸ミミズやユスリカといった小動物が繁殖する。それらの生命活動によってトロトロ層と呼ばれる環境が生まれる。そのトロトロ層から水田の水の上に浮遊するアミミドロという藻が発生し、水面を覆い尽くす。アミミドロと同じ浮遊性雑草であるアオウキクサが繁茂する場合もある。太陽光線を遮断されると多くの植物は光合成ができない。とりわけコナギは決定的なダメージを受ける。アミミドロの下はトロトロ層が作った微生物、小動物の楽園。大変な数の家が、ね、ありますね。コナギは太陽光線を断つことで抑えることができるが、家はそれだけで絶やすことはできない。湿地を好む性質を持つヒエは、酸素の希薄な水中では酸素を求めて必死になって茎や葉を伸ばしてくる。そこで2回目の白柿、上白により、1回目の白柿によって発芽成長した雑草をすき込んでゼロにしたところで、速やかに田植えを行うのである。田植えは5月終わりから6月の初め。苗の丈17、8センチにもなる性苗がいよいよ植えられる。ところで田植えと同時に米ぬかくず大豆を投入している。何故か、それはコナギを抑えるためである。太陽光線がないと生きられないが、酸素の希薄な水の中でも生きることができるのがコナギである。アミミドロが水面を覆う前に水の上に突き抜けてくる心配がある。アオミドロやアオウキクサが水田を覆えば、コナギの浴槽は成功したと言ってよい。問題は冷えであるが、苗の生育に合わせて徐々に水位を上げていくと、必死に水の中で成長した冷えは自らの体が浮力に抗しきれず、このように浮き上がってくる。除草剤を使わない浴槽技術、それは水田雑草の生育特性を逆手に取ったものである。6月下旬、気温の高い日が続くとアミミドロは消えていく。その頃にはもう雑草の影もない。7月上旬、中干し。雑草との戦いは勝利のうちに終わった。いただければ分かりますが、まず色合いがですね、左側はまあ緑色の方が濃いと。で、地病の場合だとこの時期は非常に、養殖が淡いと。茎の太さがですね、まあ、左側はよく、まあ、揃ってなおかつ太いと、それに対して地病の場合ですと太いのもありますけど、1本の苗で育てた有機稲作、7本の苗を密植して育てた V 字型稲作、それは稲の生命力を最大限に引き出した田舎の違いであった。
有機農業にさまざまな光が当てられ始めた。とりわけ水田の持つ多様な働きが注目されるようになる。研究所の田んぼはそのことを知る格好の場所。化学肥料、農薬を使わないこの水田は生き物の宝庫であった。研究所の圃場に毎日やってくるサギ。サギにとってここは新鮮な魚介類を食べさせてくれるレストラン。水面に映る白い姿。このような水田を失うことの意味を長く深く考えていた町があった。兵庫県豊岡市。日本のコウノトリはここで絶滅した。稲葉光国が有機稲作栽培技術指導者として招聘され、2年間にわたって地元農家を指導することになる。すべてですね、自然にお任せというふうな形で育つことが理想ではないかと思うんですね。平成10年、民間稲作研究所の発足した年に、稲葉氏と韓国自然農業協会チョウ・ハンヨ氏が提唱したこの国際会議は、各国持ち回りで今回8回目を迎えた。韓国のキム農林部前長官は、どうしても民間稲作研究所の圃場を見たいと希望していた。有機農業を熟知していたキム前長官はその稲を見抜いた。옛날우리조상들이하던농법을일본서는이것을여기다가현대적인생물학적인과학을접목시켜서마지막문자그대로온고이치신하고있구나이것을느끼고있습니다昔から우리我らの祖先からやってきたその稲作の農法をですね、はいはい、ここでは、もっと 生物学的にですね、科学的に絶滅して、それをうまく活用されて、ちゃんとできたっていう感じで、恩恒維持心という言葉があり、その言葉を思い出す、はい、ところです。研究に明け暮れてきた日々。しかしその歳月は今ぐらいですね、国民全部が農業のことを知らなくなった時代はないと思いますね。収入の面では観光栽培ですとですね、もう一俵この辺ですと農家の手取りっていうのは12,000〜13,000円という形になりますので、ほとんどの農家の方々はもう赤字経営と、生産費賄えないんですね。全国の生産費がだいたい18,000円ぐらいですから、12,000円というと作ると1俵当たり4,000円〜6,000円と、まあ赤字を累積するということになるわけですね。ですからかなりの農家の方々が、農機具が壊れるとですね、もう農業から撤退するというような動きになってきてるんですね。一本の稲の生命力に着目して始まった30年。それがどのようなものであったのか、この一本の稲の成長が何よりも雄弁に物語っている。
会議が終わった翌日、稲橋は韓国、中国の参加者を足尾銅山に案内した。参加者への説明は農業高校の教諭時代からの友人である歴史研究家の大竹弘義氏が行った。若い頃共に足尾銅山に足を運んだ仲である。足尾銅山は鉱毒問題だけでなく、中国や韓国の人たちが日本へ強制連行され命を落とした場所であった。でこの中で109人が亡くなります。강제연행된257명중에서109명이목숨을잃었습니다。それでですね、戦後この109人はここで亡くなってしまいましたんで、それ以外は中国に帰ったんですが、その109人の慰霊という形ですね、この石が109個ありますというところからの出身者が多いです。中国에서일부가혹쇼하고가난쇼라는데어떤지역명이있는데그이동해서제가좀それじゃあ時間の関係で行きます。取り返しのつかない過去、それを歴史として共に生きることができるだろうか。何によって。私が最初に学生時代にですね、大変心惹かれたのは足尾鉱毒事件でございましたから、その鉱毒の原因をこちらの銅山が、にあったわけですね。同じその銅山で、いわゆる朝鮮の方々が強制的に連行されて働かされたと、農民も犠牲になりましたけども、同じくこの朝鮮の方々も犠牲になった、いわば近代化の影の部分というものがここにあるわけですね。その原点をやはり我々はちゃんと見た上で新しい時代というのを考えなきゃならんと。アプロド유기재배쌀농사를많은사람들이이런문화와연결됐다고생각합니다아라사케오저이나바선생님말하셨다도리니저는단지나와다시다시고류닉강소유아아아오코메다다오코메노고류대화나고닉강노고류해외노고류대화를또이것도와다시공과에부지기때소유것도생각할것으로나립니다이상입니다질문도안했는데어떻게그렇게대답을하세요 本来の稲作とは何か。それは近代文明に対する問いと深く結びついていた。